召し上がれ。かなたちゃんお手製の和菓子です。わあ、素敵。アメイジング。綺麗な色使いだね。赤から白へ淡くグラデーションがかかってる。それにすごく繊細。これを手で包むなんて私にはとてもできそうにありません。ふんふん、かなたちゃんは意外と器用なのだ。見た目だけじゃなくて味もいいんだよ。さあ二人とも食べて食べて。そうですね。それでは遠慮なく。いただきます。はっ。うん、とっても甘い。このお菓子、中の黒いペーストが主役なんだね。さすがみゆちゃん、わかってる。ですが、周りを包む求肥も負けていません。主役を引き立たせるための名脇役といったところでしょうか。お互いがお互いのいいところを引き出しています。その通り。ここで新たな役者の登場だよ。お抹茶をどうぞ。お茶の渋みが和菓子と合うんだ。いいですね。口の中がさっぱりします。甘みと渋み、面白いマッチングだね。でしょう。さて、食べてもらったところで、ここからが本題。どうすればこの和菓子、もっと秋っぽくなるかな。和菓子で秋を表現する、それがライフデザイン学科の授業で出された課題なんですよね。そうなの。いろいろ試してみたんだけど、もうひとひねりしたくて。二人の意見を聞かせてほしいんだよ。難しく考えすぎじゃない？もう十分できてると思うけど。うん、まだまだこんなものじゃ満足できない。食べた人にもっともっと秋を感じてほしい。かなたちゃんはわがままなのだ。色を変えたり、包み方を変えたり、芋あんにしたり、いろいろ試してみたんだけど、何か足りないんだよね。何かが足りない。その何かを探しているというわけですね。ちょっとしたことでも構わないんだ。気づいたことがあったら教えてほしいんだよ。なかなか難しいね。そうだ、こういうのはどうでしょう。しずく、何か思いついたの？何何？聞かせて。秋とは私たちの内にあるわけではない。外にこそあるのです。というわけで、みんなで秋を探しに行きませんか？しっかり。山頂まであと半分よ。まだ半分？信じられない。こんなにきついなら後で写真見せてもらえばよかったよ。何言ってるの。私たちを誘ったのはあんたでしょ。一緒に秋を探しに行こうなんて張り切ってたくせに。うわ、それはそうだけど。かなたちゃんも頑張るから、みやちゃんもファイトだよ。はい、お水しっかり水分補給して、一緒に頂上から景色を眺めよ。Thanks。 まあ
ここまで来たらやるしかないね。それにしても素敵なところね。まさに真っ赤な秋って感じ。もみじ狩りの名所なんだそうです。ここに来れば花田さんの探しているものが見つかるのではないかと思いまして。和菓子で秋を表現する、そのためのヒントを探してるんだっけ。うん、どこかにビビビッとひらめくものがあるといいんだけど。それなら心配いらないわよ。絶対ひらめくわ。なんでそんなこと言い切れるのさ。なぜならば山の神様が力をくれるからよ。おい、神様？この山は古くからパワースポットとして人々に親しまれてきたの。そのご利益に預かれば、彼方の悩み事もたちまち解決ってわけよ。それ私も読んだわ。山の神社のホームページに書いてあったわね。まあ私は前から知ってたけどね。何よその目は、本当に本当なんだから。何それ、ただの言い伝えでしょ。でもそう信じられてきたのは間違いないみたい。その言い伝えをモチーフにした舞が残っているくらいだから。お祭りの日には山で神楽舞が奉納されるんだって。へえ、そうなんだ。見てみたいわね。残念ながら今日はその日ではありませんが、扇を使った素敵な舞なんです。2つの扇を使って舞い散るもみじを優雅に表現するんですよ。ほら、こんな風に。素敵ね。っていうか、しずく、あんたなんで扇なんか持ってるのよ。持ってきたんです。せっかくなので私も頂上で真似してみたいなと思いまして。へえ、だったらニコがスマホで撮ってあげる。そういうの得意なんだから。ありがとうございます。ニコさん、ぜひお願いします。気持ちいいね。ちょうどいいわ。ここで休憩しましょうか。いいですね。そうしましょう。あれ、カナタさんとミアちゃんは？朝から眠そうだったものね。少し休ませてあげましょうか。ミアはどう？平気？ I'm okay。 これぐらい大したことないさ。少し休めばすぐに歩けるようになるよ。それにしてもすごい景色だね。なんでかな、いつもより深く息が吸える気がする。なんだか心が洗われるみたいだ。ほんとね。それにここは音も素敵。川の音を聞いているとなんだか心が落ち着くよね。そうだ、せっかくだから記録しておこうかな。記録？スマホを使って川の音を録音するんだ。曲作りの時に素材として使えるかもしれないからね。
音を素材にするの？うん、データ上なら無限に重ねることができるからね。時々街の喧騒なんかも録音をするんだよ。へえ、私はピアノから着想を得るからなんだか新鮮。ミヤさんとリコさんはいつでも曲作りのことを考えているんですね。僕にとっては風の音も川の音も全てが音楽だからね。それ私もわかる気がするな。作曲する者同士通じ合うところがあるみたいね。さあもう十分休んだわね。いよいよ山頂アタック、キリキリ行くわよ。ニコ気が早いよ、もう少し休ませて。すやー、山頂到着。もう一歩も歩けない。よく頑張ったわね、ミア。カナタさんは大丈夫？うん、平気だよ。途中でお昼寝して体力を回復したからね。途中で寝たのもカナタちゃんの登山計画のうちなのです。あれは計画通りだったんだ。お昼寝が組み込まれているなんて、さすがカナタさん。カナタさんはお昼寝しない方が珍しいですからね。あら、そういえばニコは？確かに姿が見当たりませんね。一足先に山頂に向かったはずなんだけど。遅いじゃない、待ちくたびれたわよ。お、噂をすれば。どこ行ってたの？ふっふっふっ、これを買いに行ってたのよ。見て、この山頂にある茶屋でしか食べられないスペシャルスイーツよ。こんなところに限定のスイーツですか。そんなのあるってよく知ってたね。ふふん、これくらいの事前リサーチは当然よ。山ガールの間で人気なの。はあ、売り切れちゃうんじゃないかってずっと心配してたのよね。だからあんなに急いでたのね。そういうこと。みんなの分も買っておいたわ。一緒に食べましょう。やったと、その前に写真を撮るからちょっと待ってて。ちょっと角度が違うわね。もうちょっと斜め右から。あー惜しい、もう少し上目使いで。ニコちゃん早く食べたいよ。もうちょっとだけ待ってて。見て、リコ、ミア、とってもいい景色よ。ほんとだ、さっきの川があんなに小さく見える。自分の足でここまで登ってきたなんて信じられないね。見下ろせば絶景、見上げれば燃えるような赤。風に吹かれてハラハラ舞うもみじの葉。秋が深まり冬の予感が忍び寄るなんてね。リコ、どうしたの？この景色を見ていたらちょっとしんみりしちゃった。わかる気がするわ。季節の移ろう様が
私たちをそんな気分にさせるのかもしれないわね。ふーん、そういうもの？わかるような、わからないような。さて、そろそろみんなのところに戻りましょうか。ほんとだ、もうこんな時間。素敵な時間はあっという間に過ぎてしまうわね。ですね。ほんと、ただ空を眺めてぼんやりするって贅沢よね。それにしてもさっきの雫の舞すごく良かったわよ。本当ですか？ありがとうございます。あのデータ私ももらっていい？ミューズのみんなにも見せたいし。はい、もちろんです。お待たせ。皆さん、お帰りなさい。待たせちゃったかしら。全然、のんびりしてたところよ。あれ、コネタさんは？課題のヒントを探してくるって、一人でお散歩に出ちゃいました。そろそろ戻ってきてもいいはずなんだけど。まさか、またどこかで寝てるんじゃ。ありえるわね。スマホで連絡してみましょうか。わあ、綺麗だな。一面のもみじの絨毯、橙色の西日を照り返してなんだか燃えてるみたい。でも、なんでだろう。なんだか寂しい。今にも燃え尽きそうで、儚くて。そっか。これが足りなかった何か。かなたちゃんが探していた秋なんだ。この色をお菓子に表現できたら、きっと。かなた？かなた？あなた、起きて。はあ、ここは？また寝てたのね。何度もスマホに連絡入れたのよ。あ、エリちゃん、ごめん、スヤピしちゃってて気づかなかったよ。エリー、見つかった？ええ、ここよ。ニコちゃん、おはよう。おはようじゃないわよ、まったく。こんなところで寝ちゃうなんて、ほんとしょうがないわね。心配かけちゃってごめんね。他のみんなは？向こうであんたの帰りを待ってるわ。戻りましょう。うん。大丈夫かな、かなたさん。三人とも遅いね。あ、戻ってきた。みんなお待たせ。かなた、遅いよ。ごめんごめん、探し物に時間がかかっちゃった。でも、ちゃんと見つけてきたよ、かなたちゃんの秋。本当ですか？うん、あとは形にするだけ。今は早く試してみたくてうずうずしてる。かなたさんやる気ね。それじゃあ支度をして山を降りましょう。そうですね、秋は日が落ちるのも早いですから。それでは、ご披露いたします。
かなたちゃんお手製の和菓子です。わー、すごく綺麗。ほんとね、まるで宝石みたい。この透明感、そしてこのツヤ、どうやって作ったんですか？まあまあ、細かいことは後にして、まずは食べてみてよ。そうだね、それじゃあ。いただきます。あらしょ、おいしい。見た目だけじゃなくて、味も素晴らしいわ。つるりとしていて、のど越しもいいわね。この前とは全然違うね。あんこを使ってないみたいだけど、これも和菓子なの？うん、材料はザラメ糖と寒天。寒天っていうのは海藻のことだよ。これが海藻？嘘でしょ。見た目も味も本当に素晴らしいです。でもそれだけじゃありません。この和菓子には何か特別なものを感じます。ほんとね、なんだか秋そのものを味わってるみたいでしょう。夕日を浴びて燃えるようなもみじの色を再現してみたんだ。あの山での経験を生かして作ったんだよ。何言ってるの、かなた。僕たちは日が高いうちに山を降りたでしょ。夕暮れは見てないじゃないか。それが、かなたちゃんは夢の中で見たんだな。とっても綺麗だったな。なんだか、この世のものとは思えない風景だったんだよね。もしかしたら、山の神様が見せてくれたのかも。ほら見なさい、これぞ山の神様のご利益よ。やっぱりパワースポットの力は偉大よね。そんな非科学的な話あるのかな。そういう不思議なところもこのお菓子に秘められた魅力の一つなのかもしれないね。みんなには本当に感謝だよ。この最高の和菓子を作ることができたのは山の神様のご利益だけじゃない。ここにみんなとの思い出が詰まってるから特別になったんだよ。だから感謝感謝なのです。ありがとね、みんな。